券を取ったら。え、もう帰るんですか。え、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってください。に来たことに意味がある、うん。千葉から兵庫に来たことに意味がある。ね、一応これはそらステータスワンって書いてあるんです。何さんですか。坂本さんですか、はい。千葉からわざわざ。え、これだけのために来たんじゃないですよね。一応オイル交換してもらって、はい、で、あとマフラーが見たくて来ました。マフラーね。はい。でお車がこれバン。バンです。ちょっと待って、開けていいですか。ごっついレカラ入っとるんですやん。ごっついレカラ入っとるんですやん、これ。ハンドルも。うわぁ。うわぁ。で、黒メガネにしてやって。いや、かっこええやん。かっこいいっすやん、これ。静音計画ついてほしいな。ちょこちょこっと自分でやりたいことをやる車なんで。ねね、へぇー、あの。プレミアムアースも入ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね。オーディオも、抜け目ないですね。これ DIY でなかなかこれ、難しいでしょ、このハニカム状に切るの。でもこれ、もともと骨が入ってて、はいはい。あとカッターで抜くだけですね。簡単に抜けるっす。あ、ほんとっすか。はい。こういうの、こういうの好き、僕。他の人のやつも多分純正見てもらえると、そういう。この網が入ってるんで。あ、そうなんや。じゃあ、これのリブが入ってないところは抜いていく感じなんや。はい、気持ち音も変わると思います。スピーカーもめっちゃええの入ってますやん、これ。すごいなぁ。めっちゃお金かかってる。あ、今は冬仕様でスタッドレス。はい。で通常は何か見た目だけの16インチを。ああ、16インチはい履いてます。まあいろいろね、あの16がええとか14がええとか15がええとかっていう議論が巻き起こってるんですけど、どうですか坂本さん的にはどうですか。自分は見た目なんで。あ、見た目でね、白い16インチをとりあえず。ああ、白ホイね。はい、多分走りだけだったら14でちょっとサイズ下げた方が NA は良さそうな気がするんですけどね。やっぱ5速が付け上がらないっていうか、引き切らない気がしますよね。へえ。でもこれってほとんどあのいじってるのは DIY で。そうっすね、車庫調と今日やってもらってミッションオイルぐらい、あとはできる限り自分でやってるっす。すごいよ。レカロもお高いレカロが入っとる。なんか高級品やで、これ。すごい。まあ、気になるのは黒電話さんのステッカーが貼ってあるんですよね。俺も欲しいんやけどな、これ。いや、俺も欲しいんやけど、生実家こう、あの、同業者のコラボ禁止みたいなこと言われてるから。潜入して。こういう話。いやいや、それはこっそりはあかんやろうと思って。え、こっそりはあかんやろうと思って。プライベートで行くわ。来たぞって、この顔出てたらバレるで。大丈夫だよ。いや、大丈夫じゃないって。これで行けるよね。大丈夫じゃないって、あそこで長いこと話しとるやつおるで、あれ誰や、松山やってなるで。はい、バレる。バレる自信じゃないよ。足回りは一応、車庫帳が入ってる。ああ、これ赤いということは、これ、どこなんやろ。愛の方何やったっけ。そっちじゃない。じゃない。あ、もうそれも確かに赤と黒やけど、それじゃない。揚げ用の車庫帳出しとくね。どこの足もあるですか。スピーゲルです、ね、あ、スピーゲル。それ分からへんわ。それは分からへんわ。の車庫帳、スピーゲルの車庫帳。そう、まだまだ下がりますよね、これ。そうですね、うん、でもなんかまあ普通に街とかでも気にせず乗れるぐらいの高さに抑えてるっていうかしてます。うんうんうん、これはもう見た目はこのなんていうんですか、スパルタンな感じ。そ
そうでもないんじゃないですか。なんか黒はもうマットなんですよね、はい、これはもう意識してマットなんですよね。そうです、これも全部自家塗装まで着て着らないですけどえ、このリアウィングもですか。はい、へえ、めっちゃひび割れてる。まあでも 見てもそんなわかんないですよね。全然。これどえこれは？おあおおそろや。おそろ。これどこのですか？これどこのどこのリアウィングですか？多分これ中古で買ったんですけど、多分 LCK だと思う。あ、LCK ですか？敵のどこやな。敵やろ、みんな仲良くしましょうよ。それは敵のとこやな。いや、美味しいよ。なんちゃっぽい、あの羽いいっすよね。ダクテルっていうか、あれ、あれ見るとね、あれトータルコーディネートしてあるからね。いや、かっこいいっすよ。あとはなんか適当にポケオーバーをいっぱい入れてあるぐらいっすか。あー、フロアと、あ、こことシーピラーと、で、あと、下に、あ、1、2、3、5本入ってるんですかね。おー、うまいね。この辺は自分で切り抜いた感じですね。だから汚いですよ。全然。わざわざ千葉からね。いや、聖地ですから、ね、言うてくれはった、こっちから行くっていうそういうパターンもあったんですけどね。いや、遠いよ な言うてくれはった、わざわざね、千葉からこっちから行くパターンもあったんですけどね。近いもんですよね。これは何、あの、今日はラインナップに来る目的で兵庫県まで来たっていうことですか。そうです。ありがたい話やん。もうちょっとなんぼか包んで渡しとった方がええんちゃうか。いやまあすいません、ありがとうございます。本当にこんな感じでね、まあ、わざわざ千葉から来ていただいたんで、もうふんだんに取っときますわ。ふんだんに。それはようわからない。いやいや、それはもうね、均等にですけど、まあ、気持ち長めにね、このメガネ取っときますわ。最高です。かっこええな、この白に黒メガネ。マットがいいんやろな。黒割ったもんで。これちょっとさ、黒電話のこれ電話やん。黒メガネ。黒メガネ。あの上メガネしちゃう。メガネして。黒メガネってステッカー。怒られるわ。別に対抗する意識はないんですよ。コラボしてほしいぐらいやのに。コラボさすためにあいつなんのや、反抗的やなと。いや、そ、いや、自分黒メガネないでな。黒ちゃうで。黒やで。黒ちゃうで。まあまあね。はい。対抗した黒メガネでいこうか。もうええわ。もうええわ。もうバッサリカットせなあかんから。すみません、突然。いや、こちらこそ。すみません。ありがとうございます。お気をつけて。お願いします。はい。